患者さんが一番気になるのは副作用のお話だと思うんですけれども、放射線治療の副作用というのは基本的には照射した部分にしか起こらないわけなんですね。ですからお胸の治療の場合は髪の毛は抜けることございませんし、あとお腹を壊すということもありません。ではお胸にどんな副作用が出るかと言いますと、治療の期間中に起こる第一の副作用は皮膚炎です。メカニズムとしては夏の日焼けと同じようなものでございますので、照射した範囲が、まさに照射した形にですね、色がついていくわけです。時期としましては、治療が始まってから 2,3 週間してから皮膚がだんだん赤くなってきます。照射が終了する頃がピークで、痒くなったりヒリヒリを感じる人もいます。でこの皮膚炎を軽く済ませるには、何より皮膚への刺激を避けるということが重要です。で例えば皮膚をこすったり、何かを貼ったり剥がしたりということは絶対にやめましょう。で皮膚炎がジュクジュクまでいってしまう場合もあるわけなんです。そして下着ですとかお風呂、またそういった生活に関する注意点もございますので、看護師などご案内しますから、そういった注意点守るようにしてください。そして何か気になることがあれば、放射線治療医や看護師、たくさんスタッフおりますから、ぜひ質問をしてください。